皆さんこんにちは、今回も医学論文読み書きということで医学英語論文の読み方や書き方について一緒に学んでいければと思います。私自身編集者として査読者として著者としてそして読者として、多くの論文を見させていただいた経験があります。内容についてはここで、何か言えるわけではないんですけども、さまざまなですね、手法や、方法などはですね、一緒に、特に論文を書き慣れてない先生方と一緒に確認して学べていければと思っております。今日お話しさせていただく内容としては、鼻につく引用文献ということです。ですね、私は留学していた時に、上司の先生から言われたことがあるんですけども、日本語に訳すと鼻につくっていう言い方になると、たとえですね、先生方が研究の第一人者、その分野の研究の第一人者で他の人が全く経験してないから、全ての引用文献は自分のものになる。もしかしたらあるかもしれないんですけども、それが今から例えば2、300年前はそういう時代があったのかもしれないです。ただ今の時代は少なくとも、何か報告すれば同じようにですね、追試あるいはですね、似たような研究をされる先生というのが当然いると思いますし、引用文献がですね、必ずしも先生方の、論文だけということはまずないかなというふうに思います。例えばですね、どういうことかということなんですけど、多くはですね、引用文献がほぼ自分の論文になってしまうような場合です。分野でたくさんの論文を書かれたとしてもですね、実際すべての論文が著者たちのものっていうのはないと思いますし、こういうのを見るとですね、例えば査読者の先生たちにとっては、いや、俺もこういう同じような研究して、そういう人たちが査読者に当然なるわけですので、してるのになんだこいつはっていうふうに思われるかもしれないですし、なんで自分たちのだけ引用するんだろうというふうに思われるかもしれないです。そしてそういうのを見てる先生というのも当然いらっしゃる。例えばこの病気はアメリカで何番目のがんで、日本で何番目のがんということですね。もし先生方が過去に報告してそういうような何番目っていう記載があったとしても、その元にはですね、皆様の論文よりも適切な引用文献というのが必ずあると思います。なので引用文献でそこを引用すればデータが分かるから何でもいいやっていうものではなくてですね、基本的には、その分野で一番、価値のある論文というのをですね引用していただければというふうに思います。あるいは方法でですね、例えば PCR 法は、プライマーのセンサーとアンチセンサーをこういうふうにしましたとかですね、そういうような記載をしたとします。メソッドでそういうような記載をしたとしてもですね、きっと、皆さんの論文よりもですね適切な引用論文っていう引用文献っていうのは必ずあると思います。同じような手法をして過去自分たちの、手法はこうでしたというのを、いや、必ずしも間違いではないですし、例えば防災の記載をして、思う、ジャーナルに関してはそれほど文字数がないので、しょうがなくですね、短縮して過去の文献を引用する、そういうケースっていうのも当然あると思います。ただそれがですねあまりにも多すぎるといわゆる鼻につくっていう状態になるのかなというふうに思います。今まで何とか何による報告があるのみだ、これを例えば自分たちだけにしてですね、やるって言っても、実はですね、他にもですね、報告っていうのは少なからずあると思いますし、逆に少し幅を広げれば多くの人たちが報告していると思います。自分たちだけしかこの研究はしてないっていうような言い方っていうのはかなりですね、印象は悪くなってしまうのかなというふうに思います。以来我々の報告ではね、もちろん、先生方ご自身の報告を入れるっていうのは間違いではないんですけれども、他の先生方、他の著者らが報告したものっていうのも引用するっていうのは重要なことかなと思います。逆にそういうのを引用することで、今までの報告と何が違うのか、そういうようなディスカッションも当然できると思いますので、その点をですね留意しながら、引用文献を決めていただければと思います。はいですね、そんなに無理して自分たちの論文を引用 してもですね、それほど引用すること自身の意味合いっていうのはあんまりないかなと思います。もちろん自分たちの論文が引用されれば嬉しいっていうのは嬉しいんですけど、自分たちで自分たちの論文を引用してそれが数が多くてもそんなにはですね評価にはつながらないかなと思います。きちんとした論文を書けば必ずしもですね、そういうようなアピールをしなくても、世界中で引用してくれる人ってのはたくさんいると思います。むしろですね、査読者の印象を悪くさせることで、せっかく、いいジャーナル
が狙っているジャーナルに、査読者の先生の印象を悪くして乗れないような状態になるよりかは、問題ないような引用をすることが重要かなというふうに思います。今回ですね、鼻につく引用文献ということで、引用文献はですね、自分たちだけではなくて、適切な引用文献を選びましょうというお話をさせていただきました。さまざまな論文の投稿の手法、あるいはですね、論文の書き方に関して一緒に勉強していただければと思います。いろいろ動画をアップする予定ですので、今後とも引き続き、見ていただけると嬉しいです。